アデルド・シャンパーニュは、フランス王ルイ7世の3番目の王妃。名は、アデライド・アリックスとも呼ばれる。父は、シャンパーニュ・ハクティボー2世。母は、ケルンテン公、エンゲルベルトの娘マティルド。おじに、イングランド・オースティーブンがいる。1160年にルイ7世と結婚した。ルイ7世は、最初の妻、アリエノール・ダキテーヌとは1152年に離婚し、2番目の、 き、コンスタンス・ド・カスティーユとは1160年に、死別していたが、どちらとの間にも男子がいなかった。また、最初の妻アリエノールとの間の娘マリーと、アリックスはいずれも、アデルの兄である、シャンパーニュー・ハク・アンリー1世、ブロワ・ハク・ティボー5世と結婚している。アデルとルイ7世の間には一男一女が生まれた。息子フィリップ2世が、元来、 アデルの老いにあたるブロワケのシャンパーニューハクアンリ2世と婚約していたエノーハクボードアン5世の娘でアルトワハクリョウの女子相続人イザベルドエノーと婚約を保護にさせる形で結婚した。アデルは老いアンリ2世とイザベルの婚約破棄を実家ブロワケへの脅威とみなし、この結婚を喜ばなかった。この脅威に対してアデルはブルゴーニュ公グ具賛成及び フランドル博フィリップ一世と同盟を結び、新生ローマ皇帝フリードリヒ一世を巻き込もうとした。1181年に紛争が勃発し、フランス王家とエノ王家の関係が悪化したため、またイザベルがまだ若年であったにもかかわらず、解任の兆しが見えないことを理由とし、フィリップは1184年にイザベルとの離婚を図ったが、離婚による王家のアルトワ百領の損失等の、 不利益と周囲の説得により思いとどまっている。フィリップが第3回十字軍遠征で不在の間摂政を務め、1192年に王が帰還した際、アデルはフランス王家を立ち去り、ジャード修道院等の修道院の設立に参加した。また、ポントフロー修道院と近隣の領主との間の紛争の解決にも尽力した。1206年6月に死去し、 オセール金庫のポンキニ修道院に埋葬されている。ありがとうございます。